はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロエクソダス、続きやっていきます。あれ、ここにいた二人の親子がいなくなってる。さあさあ、テディベアを、ちゃっちゃと、探しちゃおう。あれ？行き過ぎたな。こっちか。この辺から危険エリアでしょ。これこの上かな？ぽいな。もう一個横かな。じゃ、とりあえず登ってみるか。お？なんかいたか今。ああ。いる臭さが。あ？あ？あ？なんなんな。デーモンか。これ、まあまあ、とりあえずセーブは。ああ、あったあったあった。こんなところに？これ絶対危ない。絶対危ない。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 ほら、ほらほらほら。あ、なに？こいつの友？待って、これ まずいかもしれん。でもちょっと待って、あジップラインがあるんだった。回収して、回収して、よし、退却。よいしょ。さすがに追ってこないでしょ。でだ。残りは、また孤島か。行ってみよう。なんかもうそろそろ雪景色も見慣れてきたから、ここクリアして早く違う季節感のある地域に行きたい。なんだこれは、なんだこれ、工場跡の、工場跡というか入り口か。あまりサブばっかりやってたら当初の目的を忘れちゃう。これボートがまた必要になるかな。うん、渡れないね。と、他の道を探そう。ボートあったけど、ここ渡れる？ま、とりあえず、あー、溺れないで。とりあえず使ってみよう。にしてもね、これちょっと、進ませにくいというか、操作が難しいというか。ちょっとバックしよう。これいけるかな、これ。ダメ？ダメか。とすると迂回するしかないんだけど。いや待って、迂回路がないに等しいから。ダメだ。あとなんだ？襲われる前に。やっちゃう。
敵対生物か。あれ？まだ飛んでるぞ、あいつ。あ、あ、サプレッサーが赤い。あー、ここマスク必要だな。てかマスクがあってもここあんまり近寄らない方がいいな。状態がまた悪くなってきた。これ痛い。てか待って、飛んでる。あー、まあかん。この光景前にも見た。あんな風に連れてかれかける。待って、俺そこに行きたいんだけどさ、行く手段が多分これボートしかないぞ。おっと、ね、でスタミナ切れで今走れない。走れるようになった。危ない。あいつどこまで持ってくる。冗談じゃねえぞ。わあ、危ねえ。ひとまずここが目的地なんだけど、まだうろついてるよ。あれ、おう、あ、そうだ、デュークだ、デューク。ええ、よく来たな、兄弟。俺が見えなかっただろう。誰にも見えないぞ。風景に溶け込んでるんだな。レールカー確保のためにターミナルに行くんだろう。いろいろ教えるよ。ターミナルへ侵入するには水路を使うしかない。幸い、近くのドックにボートが止まってる。どうやら、狂信者たちが放置したものらしい。中にいるのは人型のミュータントだけみたいだな。あのガソリンスタンドが見えるか？悪党の隠れ家だ。まるで光に引き寄せられる虫のように寄ってくる狂信者どもを待ち伏せしてるのさ。なるほど。3人も捕まった。あっちの建物を見てくれ。悪党は身代金か何かのために人質を取って好き放題にもてあそんでやがる。大佐には突入させてくれって3回も許可を求めたんだがダメだった。わからなくはないが、ああいうゲスどもから市民を守るのが俺らの仕事だったはずだ。見ているだけっていうのは納得できない。まあいいさ。廃墟が見えるか？あそこも悪党のキャンプだ。スナイパーがいるな。スコープが屋根の上で光ってた。そこさっき戦ってきた。突っ込むのはやめときな。橋は完全に閉鎖されて、敵の武装兵も見えないな。まあこちらの攻撃を予測しているだろうから、今は手を出さない方がいい。いつ出発するかはお前次第だが、闇に紛れた方が相手には見つかりにくいぞ。何にせよ俺は持ち場に戻るよ。これ先にデュークの助言を聞いておくべきだったかも。スナイパーがいた方に関してはもうすでにみんな倒してきちゃったよ。夜にするか。よし、やってたるぞ。人質か。
うん、結構至るところに。どうしようかな。とりあえず目の前に見えてる。そこ行くか。あ、この時間帯なら、潜入しやすそう。狩りを楽しんでくれ。はい。アノマリか。ここで合ってるよね。よし、セーブして。あ、人質いるな。中に結構いるね。外はほとんどいないのかな。上から行こう。あ、おねむですか。おっと危ね。おやすみ。そう、この辺の悪党たちみんなキャラバンの話してんだよな。おっと、そこにもいた。パンチで、ライト消す。下がやたら明るいな。でもこれ結構撃ちやすいところが多いから倒しやすいな。真下にいる。お、足場が多いからザルだと思ったのにそんなことなかった。ちょっと足元も注意だな。よいしょ。さっき向こうにもドアがあったから見に行ってみようかな。それだったら最高だったのに。ライトがないからこの辺のトラップも注意しつつ、壊せるドアだな。ダメだね。てか反対側だ。錠前壊せんのは。こっから下行ってみるか。多いな。あれ？よし。表示が出なかった。気のせいです。うわー、多い。大丈夫か？あ、まだいるか。一人？
よし、セーフ。あ、ワンワン。ワンワン、ワンワンやっちゃうか。よし。暖炉の明かりはどうにもなんで、ちょっとスルーするか。人質のいる場所はちょっと見えたから、やっぱ殲滅が一番なんだよな。これ難易度ノーマルだけど普通に敵強いからね。待って、これなんか足場が心配だ。デコイとかもそろそろ使うべきかな。これ上来たところでだな。ちょっと奥の方にデコイを。よし、ちょっと感づいたかな。一人か、あんたは。何？バレたか。問答無用。あ、降伏？おいおい、伏せろ伏せろ。なあ、もういいだろ、もう。もういいです。こいつだけだったか、あと。よし。あ、やっと明かり。おい、あんた、ここから立ってくれ。ちょっと待ってくれ。でも私、多分あなたたちの嫌いな、あの、機械とか電気とか使う人だけど、いいの？本当にいいの？お、物資がたくさん。ちょっと先に遺品回収から。悪党ではないけど、いい人かどうかもわかんないよ。はいはい。あんたは異教徒ではあるが、私たちは生涯その魂が救済されるように祈り続けよう。あんたに神の祝福あれ。祈りもいいが、もっと実のあるお返しをしよう。よく聞いてくれ。ターミナルに部屋があるんだ。私たちはそこに罪深い品々を保管している。ザーリフィッシュに清めてもらうためにな。これが鍵だ。あんたはどうせ罪人なんだから問題はない。え、どうせ罪人？どうせ罪人？サイモン、やめろ！サイランティウスに破門されるぞ！お前が黙っていれば済む話だ。それとも、ここで死にたいのか？異教徒の刃にかかって。そんなわけないだろう。わかった。よし。ここは、OK と。まだいろいろとあるな、制圧しなければならない場所が。多分この辺でいろいろといいことをやっておけば、ターミナルで得られるものが増えるんじゃないか。じゃあ次は、この真下のところ行ってみよう。
これ何？デーモンだよな。やめとこう。なんか布切れがぶら下がってるように一瞬見えたけど、紛れもないデーモンだ。さて今度はここだ。ちょっと寄り道で通っちゃったけど、ああ今セーブすると同時に振り向きかけたな、こっち。重装備だ、随分と。サージからは死にそうになるくらい暇だって聞いてたけど。はい。のんきに口笛なんて吹いちゃって。二人か。なんかすごい寝方してんな、あんた。てか、あなたもすごい座り方してんな。武空術？ナイフー。え？ナイフー。パンチー。この初手ナイフがすり抜ける現象、前の作品からあるから。怖いんだが。この辺の人大体、お、新しいマスク？この辺りの人大体二日酔いなんだが。というかここは誰も捕まってないのかな。制圧には来たはいいけど、何かいいものがあるといいんだけど。レアアイテムが欲しい。ちょっと反対側から行ってみるか。あっといた。二人いる？し。もう一人なんか喋ってる声が。向こうか。あ、近いな。そこか。これいないな。だいたいフラッシュライトをつけてるはずだから、それが見つかればいいんだけど。暗すぎて。いた！上か。え、そんな上まで行けるか、ここ。あそこにもいた。やれるかな？心配だな。よし。となるとどっかにはしごでもあんのが。っていうわけでもないな。でもレーザーサイト超向けられてるけど、バレないものかな。これかな。すんげえ登りにくいけど。もう一人いなかったか。全員やったもん。
全やったね。制圧したはいいんだが、特に何もなかった。まあ、いっか。あ、危ない危ない。ターミナルの近くまで行ってみよう。さて、なんかついてきてんだよな。あー、ちょっ、ほらほら、ここがガソリンスタンド。襲われる前に、当たんない。サプレッサーが温まってきたら精度が悪くなるのかな、これ。あ、敵いるっぽいな。あ、違う違う違う。めっちゃ笑ってる。こっちに来る。うん、どうしようかな。みんな屋内って感じか。試しにデコイを一つ。二人が食いついたかな。確かにやばい。一人倒せたけど、あの二人別れてくんなかったな。するたびに駆けずり回ること以外に楽しみがないんだろうな。音立てないといけないな、このドア開けるのも。上にいた敵をやろうかな。あ、お疲れさんです。もはやこの人たちも倒す必要はないけど、いろいろ物資をくれちゃうから倒そう。ていうか、もう二人ならもうパンパンってやっちゃうか。よいしょ、よし、オッケー。ようやくターミナルに到着だ。これはなんでターミナルって言うんだろうな。でっけえ。
あ、休憩できるスペースがある。変な生命体たくさんいるけど、あ、ボートもある。こっから、うん、まさにこっから行けって感じだ。よし、じゃあ今回この辺にして、次回ターミナル入ろう。あ、待てよ、ここにボートがあるなら、この左下のこのまだ一つ残ってるこのハテナのとこ行けるな。そこ寄ってから、うん、行ければ行こう。よし、それじゃあ今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。